映画つながりで一番感動した映画とかも聞かれてるでいいよ。電ディボロクソに泣いたやつ、スラムダンク。スラムダンク。ザファースト。開始5分で涙ボロボロで、その後もずっと泣いてた。あとね、話も面白かったし、映像とかもすごい良かったでいい。ねこしろディは何かある？私今すごい考えたけど、ベタなところで言うとタイタニックとか結構好きだった。 あとシックスセンスとか。はいはいはい、シックスセンス、ホラーミステリーって書いてある。そうそう、なのに泣けるのよ。全てを理解した後にこういうことかってなる感じだから、だから見て。ホラーは無理だって。泣ける映画の話してるんだから。ジャンルじゃねえ。ホラー言うので泣くんじゃないから大丈夫大丈夫。コラボルゲーム泣けるからって言ってやって挫折してからな私。これで見て怖かったらどうすんのよ本当に。その時はその時で私がそばにいてあげる。よくね、いてくれよ。じゃあ一緒に見よう。みんなで見よう。